皆様、こんにちは。私は四国メタンですわ。今回から私は、口パクメたちができるようになりましたわ。皆さん、こんにちは。僕は、ズンダモンなのだ。僕も前回の動画、赤飯十八滝から、口パクメたちができるようになったのだ。僕は、ちっちゃズンダモンなのだ。僕も、動くようになったのだ。うぶ主のココジさんは僕を動かすのに相当苦労したのだ。より一層精進するため、今日はみんなで山へ修行に行くのだ。どこの山かしら。三重県大紀町大内山の行者山に登るのだ。僕は美味しい大内山牛乳をいっぱい飲むのだ。阿蘇温泉にも入るのだ。目印が細かくついてますので、道に迷う心配はありませんわ。六根正常と唱えるのだ。六根正常。三下三下。六根を正常するのだ。六根正常，三个三个。枯れしてますわ。水岩、展望岩、行者山、頂上約
20分の分岐点に来ました、展望岩はこの稜線から、この左手に降りていくようですね、テープもついてます、ついてますが、投稿差40メートル下ってまた登り直さねばなりませんので水岩は断念しますわ。またどなたかが、今日断念した小路さんの夢を叶えてくれるでしょう。はい、もう少しで、行者山の頂上に着きます。もう頂上直下まで来てますね。12時15分、行者山の山頂に、到着しました。10時10分ぐらいに登山を開始して、おおよそ2時間ぐらいですね、はい、撮影しながらなので2時間かかってます。この祠にはエンノ・オズヌさんですね、山岳信仰修験道のパイオニアレジェンドエンノ・オズヌさんの像が、祀られております。おや、ずんだのお嬢とメタンのお嬢じゃござんせんか。あ、ウロネイフのおじさん、こんにちは。こんなところで何をしているのですか？私はこの山で400年間修行をしているのでございます。あ、三角点がありました。はい、三角点の三角点タッチです。三等三角点と、書かれてます。で、この三等三角点、三角点のある表示、この面が、南向くように、一般的には三角点は設置されてますね。ですから 方角を知りたい時にも、参考になると思います。この三等三角点、これが南面です。ですからこちらが南の方向、太陽がありますね。はい、12時に太陽がここにあるってことはこれが南ということですね。はい、それでは、山頂から、もう少し進行方向に、進みまして、山頂の展望岩に行ってみたいと思います。行者山の山頂から、約1分ほどで、この、展望岩に、到着いたします。はい、周囲は、切れ寄ってますので、行動にはくれぐれも、ご注意ください。それでは、ほらがいを吹いて、祈りを捧げてくださいな。それでは、展望岩からの大パノラマをお楽しみください。
修行中はお肉、お魚を食べてはいけないのだ。かぼちゃ、ヒローズ、高野豆腐、こんにゃく、レンコン、人参、さつまいも、しいたけ、はい、精進料理をいただきます。それでいいのだ。とても美しい景色ですわ。皆さんも訪れてみてはいかがですか。大内山牛乳の工場も見えているのだ。園の行者様ありがとうございました。今から下山します。それでは満願成就できたので今から下山するのだ。気をつけてお帰りくださいな。荒行無事終了しましたわ。はい、山頂を13時15分に、下山開始、現在時刻14時25分、1時間10分で、無事に駐車地に戻ってまいりました。僕はここで美味しい大内山牛乳をいっぱい飲んだのだ。小学校の校舎を改装した阿蘇温泉に入るのだ。前回ビソンの温泉でお金が足りなかった教訓を生かすのだ。その時の状況をちょっと振り返ります。温泉施設に着いたのだ。ホンゾスタワー朝の9時からやっていたようだ。早速入るのだ。ちっちゃずんなモンタイインが引き返してきた。どうやら財布に全財産300円しかなかったようだ。皆さん、ビソント山縦走する際は時間とお金に気をつけてください。今日は財布の中にちゃんと300円持ってきたのだ。温泉に入れてよかったですわ。ご視聴ありがとうございました。